K-1 はアメリカ海軍の潜水艦。K 級潜水艦の一番艦。当初の艦名はハダックであった。ハダックは1911年11月17日に K-1 に改名された。1912年2月20日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港する。1913年9月3日にアルバートウェアマーシャル夫人によって浸水し、 1914年3月17日に艦長 EF カッツ注意の指揮下収益する。半年間の訓練を完了すると、K1 は1914年10月9日にロードアイランド州ニューポートで大西洋水雷小艦隊第4分艦隊に加わった。1月19日にニューヨークを出港し、フロリダ州キーウェスト沖で水中訓練に従事する。 東海岸沿いにほぼ3年の間、作戦活動に従事し、潜水艦船の技術開発を行う。第一次世界大戦が勃発し、ドイツの U ボートがヨーロッパに向かう船団の攻撃を始めると、開発された水中船の技術は実行に移されることとなった。K1 は1917年10月12日に、コネチカット州ニューロンドンを出港し、 15日後に、ポンタデルガダに到着、アゾレス諸島沖での紹介を開始する。対戦の間 K1 は、アゾレス諸島沖で紹介を行い、敵の U ボートを探索し水上の攻撃から戦団を、護衛した。1918年11月11日に、旧戦協定が成立し、K1 は12月13日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアに到着、沿岸での活動を再開した。 1919年から23年まで、K1 はニューイングランドからフロリダにかけての大西洋岸を巡航し、実験活動に従事した。これらの活動で潜水艦技術開発が大いに加速され、新型の超音装置、バッテリー及び魚雷の試験が行われた。1922年11月1日、K1 はバージニア州ハンプトンローズに到着し、 そこで1923年3月7日に退役した。その後1931年6月25日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。